バルクーク、バルクーク、エーエル、マーリク・オズ、ザハー・セイフなど、ジンバークック、から1399年6月20日は、マムルーク朝のスルターン、君主、在位、1382年から1389年、1390年から1399年、チェルケス人の出身で、マムルーク、奴隷軍人として、マムルーク朝の将軍に購入された。 1382年に、スルターン・カラーウンの一族をはじめとする、バフリー・マムルーク、アイユー部長のスルーン・サーリーフが購入した、マムルーク出身者で構成される王朝、バフリー・マムルーク朝に代わる、ブルジー・マムルーク、チェルケス人で構成される、マムルークが大部分を占める王朝、ブジー・マムルーク朝を創始した。バルクークの本来の名前は、チェルケス語で、羊飼いを意味する、 マッディー・クークだった。奴隷として売りに出された時、マッディー・クークをアラビア語に音社したバルクーク、アラビア語をアンズの意と名付けられた。バルクークは彼を売り込んだ奴隷商人、ファフルティーン・ウスマーンがアルイコールアスアルディーを尊敬し、彼にあやかってアルイコールウスマーニーと称していた。バルクークは国会沿岸のクリミア半島の出身で、 チェルケス人のアナスイコールブミイコールアブドゥッラーの子として生まれた。奴隷商人の奴隷商人、ファフルティーン・ウスマーン・アールイコールアス・アルディーより、エジプトのカイロで奴隷として売りに出される。1362年頃、バルクークはシャーバーン・二世のアタベク、総司令官として実権を握っていたヤルブガー・アルハース・サキーに買い取られた。1367年に、 ヤルブガー・アルハース・サキーが暗殺された後に、彼の所有するマムルークは解散させられ、翌1368年に、バルクークは、同僚と共に、カラクの極者に入れられ、3年間をカラクで過ごした。釈放されたバルクークは、ダマスカスの総督に主管し、シャーバーン二世が、ヤルブガーイ下のマムルークたちの起産を認めると、エジプトに帰国する。1376年に、 マムルークたちが企てたシャーバーン二世の追放にはバルクークも関わっており、シャーバーン二世の死後にマンスール・アリーが擁立されると彼に仕えた。マンスール・アリー即位後、アタビクとなったアイナバク・アルバダリーが国政の実権を握り、反対派の将軍たちに圧力が加えられた。バルクークはアイナバクから攻遇され、彼に抜擢されて四十機隊長の地位に昇進した。 アイナバクの先生に対して各地で反乱が起こり、ダマスカスでは総督のタシタムルが反乱を起こした。バルクークはアイナバクにダマスカスの反乱の鎮圧の指揮をとるように進め、1377年にアイナバクはマンスールアリーを伴ってタシタムルの討伐に向かった。バルクークは討伐隊に従軍したヤルブガーアンナーセリーやバラーカ、 アルジュバーニーなどの将軍とアイナバクへの反乱を、共謀し、アイナバクは進軍中に起きた反乱によって失脚した。1378年に、バルクークは、アタビクの地位につき、バルクークの名優であるバラカ・アルジュバーニーは、スルターンの親衛隊長、ヤルブガー・アンナーセリーは、トリポリの総督に任じられた。バルクークと敵対する人間は、バルクークとバラカの離間を企わて、 バルクークもバラカがスルターンくらいの獲得の障害になると考えるようになる。1380年にバルクークはバラカとの戦闘に勝利し、バラカをアレクサンドリアの国舎に投獄し暗殺した。1381年に一族を連れた父のアナスとアスアルディがカイロに現れ、バルクークは喜んで彼らを迎え入れた。 この時ある将軍が自分の地位と領地をアナスに譲ることを申し出、バルクークは彼の申し出を受け入れ、報酬を与えた。同年にアスアルディが亡くなり、バルクークは敬愛する人物の死を深く悲しんだ。バラカを処刑した数ヶ月後にマンスウルアリーが病死し、民衆の間にバルクークが新たなスルターンとなる噂が流れた。有力者たちは、 ヤルブガーアルファーセキーのマムルークだったバルクーの即位に反対し、バルクークはマンスールアリーの弟ハーチー二世を擁立し、バフリーマムルークの勢力の減衰を待った。ハーチー二世の即位後、バルクークは、あたべく、摂政として、国政の実権を握り、自身の支持者を養殖につけた。また、民衆の支持を得るために一部の税金が廃止され、貨幣が、 良室のものに懐中された。バルクークの即位によって、地位と領地を失うバフリーマムルークたちは、バルクークの追放を企てたが、計画は事前に露見し、首謀者たちは失脚した。副審の部下たちは、バルクークに即位を進めたが、バルクークは、バフリーマムルークたちの反撃を危ぶんで即位をためらっていた。しかし、バフリーマムルーク出身の有力者たちが、相次いで亡くなり、 バルクークは、スルタンへの即位を決意する。1382年11月に、カリフ、法官、将軍が参列する会議で、ハーチー二世のハイ位とルクークの即位が、満場一致で議決され、11月26日に、バルクークは、スルタンに即位する。即位の2ヶ月前、父のアナスは没していた。即位後、バルクークは、カリフや法官たちに恩賞を与え、 主要な支持者を政府の養殖につけた。敵対者に対しては、当時の監修に従って、免職、投獄などの処罰を与えたが、バフリー・マムルークの排除を請求に進めようとはせず、彼らの怪獣を図って、スードーンアルファ・ハリー、ギャルブ・マー・アンナ・セリーラを養殖に抜擢した。正常が安定するとバルクルクは、方針を転換して、ブルジー・マムルークを起用し、 バフリー・マムルークたちの反乱が相次いで起きる。1383年9月、バルクークを暗殺してカリフ・ムタワッキル一世を新たな、スルターンに擁立する、バフリー・マムルークの計画が発覚する。首謀者の一人カルト、ブン・ウマル・アットル・コマーニーを処刑し、ムタワッキル一世の処刑も行おうとしたが、法官たちの反対にあって、処罰を投獄、領地放録の没収に止めた。 バルクークは、ムタワッキル一世を廃して、ワースイク二世を新たなカリフに擁立し、バフリーマムルークへの圧力をより強めた。1382年のバルクークの即位の直後、イフリーキア、現在のチュニジア、アルジェリア東部にあたる地域の歴史家、イブン・ハルドゥーンがエジプトを訪れていた。翌1383年にハルドゥーンと面会した、バルクークは彼の才能を認め、 保護を約束した。バルクークはハルドゥーンからハフス町やマリーン町などの北アフリカの国々の情勢と外交の情報を得、ハルドゥーンにマグリブさんの軍馬の輸入について意見を求めた。1384年8月にはハルドゥーンをマーリーク派の大法官に任命した。1386年にマルデンから中央アジアのティムール帝国の軍隊が タブリーズを破壊した報告が届けられる。イラクのジャライル朝からもティムール新軍の知らせが届き、ティムールから降伏勧告を突きつけられたスイバスノはマムルーク朝とオスマン帝国に助けを求めた。エルテナ公国の君主ブルハネティンの要請に応え、バルクークはリアルバクルに軍を送った。マムルーク軍は新軍中に黒羊アサノに敗れた。 ティムール軍の敗山兵を捕らえ、1388年にカイロに帰国した。同年にオスマン帝国の村と一世からティムールの動向への注意を促す使者が送られ、バルクークはオスマン帝国への協力を約束した。バルクークはアレッポの総督に任命したヤルブガー・アンナーセリーを特に警戒し、1385年に彼を総督の職から解任して投国した。 まもなくヤルブガーを釈放し、1387年にマラティアの総督ミンターシュの反乱を鎮圧するため、彼を再びアレッポの総督に任命した。1388年にアレッポに赴任したヤルブガーは、バルクークに反旗を翻し、ミンターシュ、シリア各地の総督、ベドウィンもヤルブガーに合流し、反乱は大規模なものとなる。バルクークが送った討伐隊の多くは、 反乱軍に寝返り、ダマスカスは反乱軍の手に落ちる。敗戦の後に、バルクークは、カイロでの支持者を増やすため、ムタアッキル一世を福井させ、市場税を廃止したが効果は上がらなかった。カイロ市民が、ハイカのマムルークに石を投げて、反乱軍に同調し始め、ハイカのマムルークが逃走、離反するに及んでバルクークは、降伏を決意する。バルクークの退位は、 ハーッチー二世が福井市、1389年5月31日に、ヤルブ川から除名されたバルクークは密かに、カイロの城塞から脱走した。ハーッチー二世の福井後に、アタベクとなったヤルブ川は、バルクーク廃下のマムルークをカイロから追放し、カイロ市内に潜伏したバルクークの捜索を行った。下て屋に潜んでいたバルクークは捕らえられて、カラクの極者に送られるが、 ヤルブガーは将来、ミンター主との戦争が起きた際に、バルクークを味方につけようと考え、ヤルブガーの命令を受けた、カラクの総督は、バルクークを定調に扱った。実権を握ったヤルブガーアンナーセリーは、肥沃な農地を自分の領地として確保し、協力者であるミンター主には、収入の少ない領地を与えた。このためカイロに潜伏していた。 バルクーク配下のマムルークを味方につけたミンターシュが反乱を起こし、ヤルブガーをアレクサンドリアの極者に投獄した。バルクーク配下のマムルークは、ミンターシュから報奨を与えられず、彼がバルクークを釈放する約束を保護にしたため、ミンターシュの党派を攻撃した。カラクの総督は、ヤルブガーの命令通りに、バルクークを釈放し、バルクークは民衆の助けを受けて、カラクを脱出する。 ダマスカスに進むバルクークの元には続々と支持者が集まり、進軍中に、村落の住民から食料の提供を受けた。1390年1月2日に、バルクークはダマスカス近郊でミンターシュの軍を破り、従軍していた、ハーチー2世、ムタワッキル1世、法官を捕虜とした。バルクーク、ムタワッキル1世、法官の協議の結果、 ハーチー二世の大意とバルクウクの福音が決定された。2月1日にバルクウクはカイロに外戦し、ミンターシュに投獄されていた将軍たちを尺した。自分を見捨てた将軍たちのほとんどに反乱以前の地位を保障したが、ミンターシュが発行したバルクウクに戦線布告をする文書に署名をしたイブンハルドゥーンらの法官たちを免職した。失脚したミンターシュは、 シリアでバルクークに対する反抗を続けており、1391年にバルクークはミンターシュの闘争を助けたヤルブガーアンナーセリーを処刑する。ミンターシュの協力者であるベドウィンの族長ヌイールが領地と引き換えにミンターシュを引き渡すことを申し出、バルクークは提案を受け入れた。1393年にアレッポの総督に引き渡されたミンターシュは残首され、 彼の首はカイロのザウィーラモンに掲げられた。バルクークはバフリー・マムルークを追放し、彼らの領地を同郷のブルジー・マムルークに与えたが、なおも反乱に対処しなければならなかった。1392年にオスマン帝国のバヤジと一世から死者が送られ、ティムールの侵攻に備えることを勧められた。また、この時に病に悩むバヤジとは医師の派遣も要請し、 バルクークは、医師、シャムスッティーンを、オスマンの宮廷に派遣した。1393年に、ティムールに敗れて、首都バグダードを追われた、ジャライル朝の君主アフマドブンアウィズがカイロに亡命し、バルクークはアフマドを迎え入れて、彼の命を妻に迎えた。バルクークは、ティムールとの戦闘に備えて、軍隊の再編に着手し、ティムールの元から強い誤張で降伏を求める所管が、 送られた。1394年に、バルクークはアフマドに軍隊と物資を与えて、バグダードに出し、カラユスフの支援を受けたアフマドは、バグダードを奪回した。同年に、エジプトのベドウィンが、カラク方面のベドウィンと連携しての、バルクークがティムールとの戦いで、カイロを留守する隙をついた反乱を企てた。翌1395年に、 バルクークは自らティムール討伐の軍を率いて、アレッポに進み、情勢を生還した。ティムールが本国に引き上げたため、年末にバルクークもカイロに帰国した。1398年、第9社長官ヌールーズ・アルハーフェズイが反乱を起こす。1398年に、バルクークは、このファラジュ、アブド・アル・アズイーズ、イブラヒムへのスルターンくらいの継承を決定し、 彼らを貢献する摂政院を設置した。1399年6月20日、バルクークは食中毒によって病没する。バルクークは政治的に強い影響力を有するスルターンのこのエマムルーク兵の統制を試みた。以前のスルターンたちのマムルークを追放し、即位前からの子外のマムルークをこの絵体に編入し、彼らに配給する宝給と物資を管理する。 ムッフラド町を設置することで、このエーマムルークの安定を図った。バルクークは、即位前から、私有地と賃借地を保有していたが、即位後に設置したスルターンの私有不動産を管理するアムラーク町の機能によって、より多くの財産を貯蓄することができた。財政の再建のため、国庫の収入源である国有地の流出を食い止めようとしたが、決定的な成果は得られなかった。 バルクーク郊外のマムルークのうち以下の5名がマムルーク町のスルターンの地位についた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。